おはようございます、京平です。よろしくお願いします。今日のゲストはホイップクリーム小八くんです。よろしくお願いします。お願いします。サンミュージックという事務所に所属してる芸人さんということで、はいはい、まあ、結構僕のチャンネルでは珍しいんですけども、そうですね、まあ、ちょっとねバンド関係でもちょっとだけねあるちょっとだけですけどね、気になってる人なんで、まあ、いろいろ掘り下げていきたいと思います。はい、でまずちょっと最初に自己紹介お願いします。ありがとうございました。サンミュージックプロダクションでですね、ホイップクリームというコンビでこう漫才をしている、ホイップクリームの小八と申します。お願いします。で、あとツイッターでよく歌ってみた動画というかバンドを紹介する動画を勝手に上げてる人です。あとカメラ後期に似てるとよく言われます。シュッシュッお願いします。お願いします。急やからちょっと対応が難しいな。こんな感じで。実は一回ね、そうですね。会ったことあって、はい、まあ、僕が京都でグローリーというライブハウスを運営してるんですけども、はい、そちらにね、来ていただいて、そうですね。で、ちょうど僕がそのイベントでこう、列をね、はい、並べてくださいって並んだら、あれっつって、小八くんですよね。僕もびっくりしました。え、あ、はい。チケット持ってるからこう、先に進まなきゃいけないし、でも喋ってるし、そうそうそう。はい。ツイッターで見たことあると思って、その時ね、ちょっとだけ、話して、はい、で今日が2回目なんで、もうほんまにいろいろ気になってることがある。いやー全然もう何でも聞いてください、はい、まずそのさっきもちらっとその歌をねツイッターに上げてるってことなんですけど、はい、まあ、ちょっと一旦それ置いといて、置いときましょう、はい、ホイップクリームっていうのもあんまり僕は知らなくて。いやーそうでしょうねきっとね。漫才をしてるんですか普段は。そうですね、普段はもう漫才でボケたり突っ込んだり、うん、受けたり滑ったり。どっちですか、ツッコミとボケと。最初はツッコミやってたんですけど、今ちょっとボケをやってまして変わるんすね。もう瞑想してるんですよ今普通変わんないんですけど、まあ、中にはそのなんかあるじゃないですか、ボケとツッコミ変えたら売れたみたいな。あーよく聞きますよ。はい、なんかオードリーさんとかそうなんですけど。あ、そうなんですね。昔逆やったみたいで。でもそういうのもあるんで、まあちょっとやってみるかぐらいの時期です今。ナインティナインさんも。ああ、そうです、逆って聞きましたね、はい、結構いるんで、うん、試行錯誤というか。え、普段はライブっていうか人前でやってるんですか。そうですね、ライブは月結構まあ10から15とか。お、結構やってる、はい、どこでやってるんですか。新宿とか下北とか中野とかですか、ね、漫才劇場みたいな。でそれちっちゃい箱が結構いっぱいあって、うん、キャッパほんと50とか100とかそれぐらいなんですけど、うん、それぐらいのちっちゃいとこで、そのお笑いの人らが何組か出るような、ね、そうですそうです、はい、なんかその映像とか YouTube とかそれこそ Twitter とか、あ、なんかそういうのないですか。 YouTube は昔あったんですけど、養成所の頃のネタなんで今見たらこう思んないわ、消そうってなって。え、じゃあその漫才を見たいってなったら直接来てもらうしか今ないので、ゆくゆくはまあちょっと相方とも話してて、はい、YouTube のネタ動画とか、はい、企画とかなんかやろうかなみたいな話はしてるんで、これからあげるかもしれないです。なるほど、はい、じゃあ気になって見たいっていう人はね、劇場、そうですね、はい、に足を運んで東京に来る際はぜひくださいということで、はい、じゃあちょっと次の質問ですけど、はい、行きましょう。芸人になったきっかけって何ですか。きっかけはめちゃくちゃもう単純でしたね。もう有名になりたいなぐらいのもんで、顔も良くもなく、ご存知の通り歌も上手くなくお笑い好きやったし、うん、ちょっとやってみようかなぐらいの感じでしたね最初は、はい、高校卒業した後と。そうですね、高校出て養成所というか専門学校みたいなところに行って、大阪なんですけど2年行って、でそっから卒業してサンミュージックで、今何年目ぐらいですか。4年目です。4年目、はい、憧れてる芸人さんとかいるんですか。僕が好きなのはトータルテンボスさん。ほいほいほい。まあ、ジャルジャルさんとか。あ、はい、結構じゃあ正統派の。まあ割とそうですね、正統派なんですけど、正統派には向いてないってめちゃくちゃ言われますめっちゃ見てみたいな売れたら全国回れるんで、テレビでもね、そうですね、見れるかもしれないので、はい、頑張りますので、はい、じゃあ次の質問ですけど、僕が小八くんを知ることになった、はい、知るきっかけになったツイッターの今日の一曲っていう、はい、まあ、シリーズが今もう800ぐらい。いやもう940いくつ。もうすぐ1000。今年中にはいきそうです。それについてちょっといろいろ聞きたいんですけど、はい、はい、全然もう、まずどうやって思いついたんですかあれは。最初はなんかこの先輩が SNS の時代だから発信した方がいいよ、好きなものを、うん、っていうのをまあアドバイスもらって、じゃあまあバンドかなってなって、でまあ紹介する形にしようと思ったんですけど、ただ紹介するだけだとまあ誰でもできるってできるんじゃないですか。だからまあ一応芸人なんで歌下手だし歌ってみるかみたいな感じで始めました、ね、そう、先輩っていうのは芸人の先輩。あ、そうです、サンミュージックの先輩から言われて、はい、バンド好きなんで、まあお互いウィンウィンになればいいなっていうのももちろんあって、紹介することによってウィンウィンになればいいなっていうのもあったんですけど、うんうん、目標としての最終地点は何を考えてるんですか、はい、その動画ですまあその小八さんの動画を見て CD 買いましたとかファンになりましたとか、そんな風に言ってもらえたらまあ嬉しいなとはありますね。あ、はい、まあ、だからそのバンドも知ってもらえて自分も知ってもらえて。あ、そうですね、はい、確かに理にかなってますよね、それ、うん、実際どうですか、それで自分の知名度上がったりとか。たまにそのバンドの公式のアカウントがリツイートしてくれたり、バンドメンバーの方がこう喜んでくれたりしているのもあって、そのライブハウスに行ったらちょこちょこですけど声かけてもらえることも増えてきたので、うん、まあ、それはすごいありがたいです。そうですね、まあ、僕もまずそれですから、ね、そうですよね、ツイッターすげえなーって感じですね、はい、実際その
その自分らのライブまではまだ、いやでも無理やり来さしました、ね。はい、仲良くなった子とかに、はいはいはい、来いっつって、あ、なるほど、何回か来さしました。あ、なるほど、はい、それはもうもちろん。ツイッターのフォロワーとか増えました？あ、増えましたね。もう最近あのお笑いファンよりの音楽ファンの方が多いんで、むしろその知らん人からしてみればわけわからん動画上げてる人なんで、お笑いファンのフォロワー減っていくんですよ。バンドのファンの人ばっかりで、今ももうちょっとお笑いも頑張らなあかんなと思って。じゃ逆にバンドに怒られたりとか、ファンに怒られたりとか、そういうのないの？ちょこちょこありますね。すごい DM で長文で文句言われまして。長文でちょっと読ませてもらって、はい、FF 外から失礼します。毎日のようにホーロックの楽曲を、歌唱する動画を上げられていますが、投稿するのは自由だと承知の上で言わせてもらいます。あなたの動画は正直深いです。アーティストをバカにして投稿しているのかなと思ってしまいます。もちろんツイッターなので表現の自由があります。しかしながら動画を見ていると、わざと音程を外して微動だにせず、お菓子だと全く関係のないものを持ちながら歌う様は、そのアーティストを冒涜しているようにしか思えません。動画を消せ、もう投稿するなという意味ではありませんが、どう見られているか自覚して投稿していますか？自分がこのような投稿をして、アーティスト側は正直どう思っているんだろう、他のお客さんにはどう思われているんだろうと考えて投稿していますか？長ない？やかましない？多分おかんやで。いや、まずわざと音程外してないし、そこもちょっといじられてるかなみたいな、ボケてるのみたいな。めちゃめちゃ冷静に怒ってるよね。そうなんですよ。この DM が来る前に、この人からなんかすごい引用リツイートとかで、本当にやめてほしい、なんなんこれみたいなのが来てて、まあまあまあって思ってたんですけど、ついにそのプチン切れたのが、ズワーって来て、やべえなこいつと思って、はい、それを受けてどうするんですか？いや、もう、いや、もう何もしないですね。やめないです、もちろん。もう何も変わらないです。そうですね、もうすぐ1000回も行きますしね。そうですよ、もうちょっとまあ軽く返したんですよ。まあまあこうこうこうでやってるんですみたいな言った、一応返したんですけど、そしたらなんか、いやでもバンドマンも嫌がってますとか、お客さんも嫌がってますとかいうなんか根拠のないこと言われて、そんなことない。まあでもそこでもう返せなかったんですけど、まあまあ難しいですよね。その人自体はね、まあそう思ってるっていう、まあ100人いたらね、まあ、1人か2人はそれはいると思うし、はい、もちろん、はい、バンドマンとかその公式がやったみたいな感じでなんか投稿してくれてるのがあるんで助かってるんですけど、それがなかったらもっと叩かれてましたとは思ってます。でもあれがあってめっちゃでかいです、正直。正直俺も最初見た時は、はい、なんなんこいつって思って、いやまあそうです。そうです。でもやっぱさ、続けてって、それで確かにいいねが100ついたりとか、はいはい、リツイートついたりとかで、はい、バンドの宣伝にもなってるところもあって、はい、実際僕がレーベルで担当してるバンドとかもやってくれたりもしてるんで、はいはい、逆にそれを超えたっすよね、マイナスだと。そうです、最初はだってもうほんと全然5いいねとか2いいねとか、うん、10ついたらやったって言ってましたから、うん、最大どんぐらいいきました？400とか。すごい、すごい。じゃあ今後もまあもちろん、いやそうですね、はい、動画数じゃなくて、はい、歌ってみた動画に対して、はいはい、なんかこの目標みたいなのあるんですか？目標はいつも YouTube のリンクを載せてるんですけど、あれのクリック数とかが結構見てて、まあ、実際僕の歌聞かなくていいんですよ、別に。そっちのバンドの MV 見てくれればいいかなっていうのもあるんで。でもクリック、そのリンクのクリック数っていうのがいつもなんか10前後とかなんですよね。動画の視聴回数は200、300とかなんですよ、はいはいはい、ここがもっとこう来てくれたら嬉しいなっていうのはありますね。それちょっと話変わってきますけど、はい、僕もそのツイッターと、まあ、今 YouTube やってるけど、はい、やっぱそこ比例しないですよね。そうなんですよね。あれこんなにリツイート言ってんのに誰も動画見てんやみたいな。ありますね、はい、そこをちょっと増やしたいなっていうのはあります、ね。まあじゃあ最後の質問になるんですけど、はい、まあさっきチラッと言ったんですけど、はい、まあ、そのツイッターでその動画を上げてて、で今僕もやってるんですけど、 YouTube って結構まあ主流になってきてるじゃないですか。あの動画を自分でこう YouTube に上げたいっていうのはないですか？上げてたんですけど、途中で面倒くさくなってやめちゃいました、ね。当時、うん、iPhone6 の 16GB を使ってて、めちゃくちゃ容量なくて、はい、1本撮るごとに1本消さないやつがあるんで、それでなんかその途中間が空いちゃったんですよ。順番に上げてたんですけど、はい、YouTube に途中サボっちゃった期間、もう当然 Twitter ではやってるんで、動画がここだけないんですよ、はいはいはい、こことここはあるけどここの部分はないから、はいはい、別にいいんですけど、そこでちょっとすごい気にしいなんで、まあいいかって言っちゃう。あんだけやれてるから、いやでもやった方がいいなとは思ってます、確かに。なんでもう今は iPhone XS なんで、お今までの動画結構残ってるんで。ギガ数は？ギガ数は一番でかいです、200。うわでかい、200何本のやつです。めちゃめちゃ保存できる、はい。ちょっとね、バンドの CD 流しながら、そうですね、はい、ちょっと著作権は気にした方がいいかもしれないですけど、そこは言われたら消そうかなと、全然その関係者とかに、まあ難しいですよね、メンバーから言われたら、まあそれはちょっとやめようかなと思って、あのね、 YouTube に消される可能性があるっす。あーなるほどなるほど。歌ってみたとかの、歌うことは全然大丈夫なんですけど、その CD をそのまま流すっていうのが YouTube 的に NG らしくて、そう、歌ってみたみたいな人はそれでどうやってるんですか？なんか自分でカラオケ音源を作って打ち込みとか、ボーカルだけ抜くとかではなくて、ね、打ち込みってことみたいなんですよ。なんか僕もね、その概念
念分かんなくて、はい、ドラム叩いてみたとか、はい、ベース弾いてみたとか、ありますよね。あれとかもなんで OK なのって思ってたんですけど、ちょっとそのミックスを変えたりすることで元音源をそのまま使ってない打ち込みなのか、なんかミックスで例えばボーカル消すとかでもありなのかもしれないですけど、太鼓達人的なことですか、まあ、そこはちょっと調べて僕がいいですか、僕は分かんない、いやそうです僕歌ってみてやらない、僕が聞くのおかしいですそうそうそうはい、という感じで今回の動画はこれで終わろうと思うんですけど、もう一本ね、あの撮らせてもらって、せっかくこうやってバンド好きな芸人なんで、芸人とバンドマンみたいなことちょっと聞いていきたいんで、はいはい、もう一本よろしくお願いします。はい、ということでこんな感じで撮っていきますんで、続きが気になるぞという方はぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は一旦終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。